過去には琉球でもプレーしていました。さあ裏をうまく抜けて技ありシュート、まあ、プレイヤーが動いてるなというそんな印象を受けますよね、はい、でまたいやマブンガとウィニングトンデイパークスジュニア斉藤走っています。ああかわして決まった、うまいですねダブルクラッチ。そうですね、今日もこの斉藤の動きには目を見張るものがありますね。入れさん、そうですね、ここ左に手に持ち替えファールなし、両方チームとも倒れた。つなぐクラーク、カリノ、斉藤一度止まる。斉藤ここからのスリー、綺麗なホームセン、またターンオーバーからの中東スリー決まりました。ここ斉藤選手今シーズンスリーポイント絶好調ですからね。周りの連携もいいですね。今ロング選手高い位置で持たせてバックカット、テラスの選手すごくチームとしてオフェンスができているなと思います。スリーポイント落ちたが決まった。今のは斉藤選手ですね、ですけど、はい、ガードでしかも斉藤選手ぐらいの身長でこれを簡単にやってのけるのはかなりセンスがいりますね。会場もどよめきました。はい、これです。ああもうほぼ指先だけ。クラーク受けた後もう一度斉藤です。動かす、外から打ってきた、かなりいい距離はあったんですが決めてきた。リバウンド取ったりというのはすごく献身的にプレーするので、今度はコーチが変わってドブラス、あこれを捨てる。斉藤スピードに乗っています。斉藤どうするか、自らいったレイアップ。いいパス、ナイスパス、コンビネーション合ってきていますね、はい、さあ斉藤エサトンのスクリーンを使ってフローターショット、やった、これ沈めてきた。そしてバスケットカウントしか言えないですね。これいやこれボレーしてしまうようなそんなフローターですね。まず、まあ、ディエンスのパークスジュニアが指示を出す。サトンに通す、ただここもダブルチームでいった、ならスペースが空いているカリノに任せて、待っていたコーナースリー。サトンから斉藤、斉藤にエチェニケスピードのミスマッチ、スリーポイントラインまで下がりました。いや難しいショット決め切って終わりました。ビーターということになりましたね。いやエチェニケ選手が手を出してくるのでかなり高いアーチを打ってるんですよね、はい、ここは自分ではシュートに行けないか。戻して斉藤、体勢崩したシュート、ー決めります。個人ファール2つ目です。残り時間が第2クォーター3秒というところで名古屋が前半2つ目のタイムアウトを取りました。これはよく決めましたよね。いやそうですね、体勢崩しながら今度はどうか、フローターが落ちる、はい、あエサトンが下がって、粘りましたね、今度は決めた。エサトンの粘り、斉藤2本目は決めました。絡んで、まあ、斉藤選手うまく拾って、これもね難しいシュートなんですけどね、ズレが生まれましたミスマッチ。さあ斉藤打つかどうか、どうする、斉藤打った、スリーポイント入った、ショットクロックギリギリのスリーポイント。エサトンをピックに使って伺います。残り2秒、タフショット決めていきました。ブザービーターにもなりました。島根にとってはいい滑り出しになりました。あの島根ペースと思われましたけども、この第1クォーター終了間際の斉藤のスリーポイントシュートです。ドジャーのジャンパー、これが短い、このリバウンド、ティルマン、いやオフェンスリバウンド、セカンドチャンスになりました。斉藤匠、中東選手いいリバウンドしましたね。斉藤匠からこれも空いた、本を見ました。連携がありました。ここですね、ここです、ね、ここでエサトンとのピックアンドロールでダイブ中に入ってくるという動き、これで最後の選手がやっぱり引っ張られちゃうんですよね、そこにね、はい、うん、まあ、これもまたもうノールックで、さあここはナオバさんだ、ここで斉藤周りを見て落とした、そこはそしてポイントを見たぞ、惜しかった、よく見えてますね、そしてここからですもんね、そうですね、
苦しい時にこの斉藤拓実のプレーが。ウイソコが上がってくる、ハイキック、そして斉藤、残り4秒です。斉藤抜けた、決めた。ガードとしての頑張りっていうのが素晴らしかったと思います。はい、ここ最後のシーンですね。そうですね、今もここも多分狩野選手が今上に上がってきたことでここのヘルプができなかったんですよね。いや、悪くないシチュエーションだったんですけどね、今はね、はい、コーナーうまく作れてますよ。はい、フリーになっていました。そしてドジャーに預けるエンドワン、見えてますよね。もう一度見ましょう。この後ですよ、ここですね。はい、いや、これは本当素晴らしいですよね。スリーポイント、さらに差を広げて20対40になりました。斉藤拓実ボールを奪ってバスケットがうんと見事なプレー。今のプレーどうでしょう、井出さん。そうですね、いいディフェンスからのこのクラッチ、もうゴール見てないですからね。はい、